はい、お待たせいたしました。引き続き司会進行兼解説は神谷がお送りいたします。次のゲームはゴルフランダマイザーです。1984年にファミコンで発売されたゴルフをベースに、奏者のゲームボーイ F9 さん自らがランダム化したランダマイザーとなっています。ゴルフのどこにランダマイザーする要素があるのか、本イベントのスケジュールが公開された際、そんな疑問を持たれている方がいらっしゃいました。そもそもゴルフはカップの位置が毎日変わるスポーツです。加えて天候という自然のランダム性が存在します。この要素は多くのゴルフゲームに取り入れられており、本作もカップの位置は固定ですが、風の向きと強さがランダムです。そしてゴルフランダマイザーではティーショットを打つティーイングエリアとグリーンの位置もランダムになります。乱数次第ではバンカーの中からティーショットを打ち、ホール外の暗黒エリアに存在するグリーンを狙うといったとんでもホールが登場します。私自身どのようなホールが生成されるのか全く予想がつかないので、解説にもアドリブ力が要求されるゲームです。さらにランダムなのはホールだけではありません。なんとクラブの飛距離もランダムになっています。通常最大パワーで打った飛距離はドライバーが300ヤード、サンドウェッジが60ヤードといったところですが、ランダマイザーでは各クラブの飛距離が完全にランダム化されるので、ドライバーは90ヤード、サンドウェッジが270ヤードといった場合もあります。クラブの飛距離自体はゲーム開始時に設定されて、ワンプレーが終了するまでは固定されます。飛距離は強くも弱くもなり、シャッフルではないので、全てのクラブがすごく飛ぶ、または全然飛ばないという可能性もあります。全てのクラブの飛距離が極端に短く、グリーンがホールの外に行った場合、理論上はクリア不可能になる可能性もあるそうですが、そうなる確率は非常に低く、制作者であるゲームボーイ F9 さん自身も出会ったことがないとのことでした。今回は全18ホールのホールアウトを競うレース形式となっており、走者はミスターホームズさんとゲームボーイ F9 さんのお二人。ミスターホームズさんはゴルフのスピードラン世界一位、ゲームボーイ F9 さんはランダマイザーの制作者で34位の記録を持っています。世界一位と34位のレースですが、生成されるコース次第で難易度が大きく上下するため、プレイヤースキルと同時に得が試されるゴルフになります。運が良ければティーショットを打つところの目の前にグリーンがあって、もうなんか一打でポンと飛ぶ時もあれば、運が悪いとフェアウェイの横の林のさらに向こうの暗黒エリアの奥にグリーンがあるという時もありますね。まだ池の上にグリーンがあるのは、打ち込んでしまってもウォーターハザードで近くに移動するだけなんですけど、暗黒エリアとか林の中にあるグリーンの場合は、もう本当グリーンに乗せないと OB で打った場所に戻されるっていう繰り返しで、ちょっとなんかサイの河原みたいに打っては戻され打っては戻されという光景が続きます。かなり変なところにグリーンが行った場合は、林とか池とかのギリギリまで刻んで近づけて、少しでも難易度を下げるプレーをしている時もありましたね。
観光までに、ゴルフの通常の RTA の世界記録は4分51秒になっています。まあ、今回 EST が通常のゴルフの、まあ、大体倍ぐらい取られているので、まあ、それぐらい苦戦すると思っていただければ。どうしてゴルフをランダマイザーにしてみようと思ったんでしょうかね。なかなか確かに作られたものを見てみると、あ、なるほどな、こういう形でちょっと面白いじゃんとは思いましたけど、こうそこに行き着く発想がすごいなってちょっと思いました。そうですね、まだ時間がありそうなので、といっても一通り話したんですよね。そうですね、あとは視聴のコツというか、まあなんか こういった感じに見ればいいよっていうかあの話なんですけど、あの新しいホールが始まったら、まずあのティーショットを打つティーイングエリアを探すのがいいと思います。あのグリーンは緑で大きく目立つんで、まあ、パッと見たら、あ、ここにグリーンが行ってるって分かるんですけど、ティーイングエリアってあのティーマーカーって分かりますかね。ティーイングエリアのなんか左右になんか置かれてるやつかな、ティーマーカーで合ってたかな、まあ、なんかあのボールみたいなやつが2つ置かれてるだけなので、あの林の中とかに移動してると迷彩状態になってることもあって、え、どこみたいになる時があるんで、まずそれがどこにあるか探して、あ、ここから打つんだっていうのをまあ把握してあの見るのがいいと思います。なんかね、ウォーリーを探せみたいな感じですね、最初は。あとはもうどんなホールが出てきてどんなプレーになってしまうのかは、始まってみるまで全く私の方も予想がつきません。画面の方が来ましたね。左がゴルフの世界一のミスター・ホームズさん、右が、このランダマイザーの制作者のゲームボーイ F9 さんですね。 I feel like I should be doing an air horn here.
pew. Except that's really not appropriate for golf, you know? Oh, golf would be so much more enjoyable that way. I know, right? I'm Game Boy F9, and the other voice is Mr. Holmes. How you doing? I can't wipe the grin off my face. I am so, so happy to be here. Yeah, same here. And it is time for... そうそう、忘れてました。一部のバンカーも位置が変わります。ですね、今だと右上の暗黒空間にバンカーが行ってますね。The game works, and you've already seen that the tee box has been randomly relocated, as has the green. So we also have the bunkers also relocated. So this is going to be good times. Yeah, you've got that far right bunker basically in Mordor somewhere in there. Yeah, right. But anyway, このゴルフに出てきているゴルファーはマリオではなくてヒゲの生えたおじさんですね。マリオゴルフではありません。Something, no, never mind. Never mind. I was no, thinking something random. Yeah, no, you're actually right. So, if you're ready, both of you, and everyone can hear that I will end both of you. Okay, here we go. You ready, Holmes? Always. All right. 1, 2, 3, 4. Okay, so let's see. I think for this first hole, I'm going to use the 9-iron. What do you think? Wow. あ、始まりましたね。That was グッドラックです。同じシード値に合わせてやってるのかな。But I wound up out of bounds, so that's kind of sticky. じゃあ、お互いの得を競い合うことはなく、プレイヤースキルだけで戦いですね。最初のホールは、まあ、難易度低い方ですね。暗黒空間にグリーンはありますが、まあ、すぐ近くなので。さて、いきなりこう、池の上からティーショットを打ちますね。ピッチングウェッジが飛ぶ。ウェッジがドライバーみたいに飛んでる。ちなみに池の上からは普通に打てるんですけど、バンカーの上からはバンカーショットになります。さて、暗黒空間から暗黒空間に向けてのコースですね。さあ、ちょっとグリーン、お、うまい。さあ、ホームズさんもうまい。あ、これは普通の難易度ですね。まあ、規定打数に変化がないんで、パー4って書いてますけど、これもパー3ぐらいなコースになってますね。6番アイアンで飛びすぎ。チップインで、そしてこのコース、まあそんなに難易度は上がってないですね。ゲームボーイ F9 さんはちょっと刻みつつ、ミスターホームさんはグリーンを直接、あ、でも両方ともグリーン乗りましたね。さて、どこだ？ああ、またこの池なのか海なのかの上から、また海の上にあるグリーンを狙いますね。さあ、お互い接戦で今も同じような位置ですね。グリーン島。さて、川かなんかを橋のようにつなぐグリーンが。ティーショットが暗黒エリアからでも何にも問題ないですね。Oh, the driver's pretty powerful.
Not ridiculously powerful, but pretty powerful. さて、あ、池の上か。池の上から林の中の小さなグリーン。ちょっとなんか難しそうですね、8番ホール。そして右はちょっと苦戦してますね。飛び越えで。お、ミスターホームさんうまい。8ホールもクリアですね。続いて右側も8ホールに入りました。どこだ ?9 ホールは池から池ですね。What hole are you on? I'm on 8. Okay. I just hold out on. すごいね、コース8は本当なんか溶け込んでますね、グリーンが。さて、ホール10はまた林の中にグリーンですね。Yes. No. Why is every hole in the tree? Because this is golf randomizer, right? Where the game is actually made difficult, unlike. それでもこのとんでもコースが連続しているけど、割とスムーズに両者とも進んでいってますね。どこスタートだ？あったあった。これはもともとパー3の短いホールですけど、さらに短い感じですね。Speak for yourself, Natar. I'm hitting balls into the water.So, Can you imagine an actual golf course like this? That would be glorious. It's basically the TPC. 直接狙うんだ、そこのグリーン。すごい暗黒空間を飛び越えてのグリーンを狙ってますね。しかもピッチングウェッジも飛ぶ。ピッチングウェッジみたいな、あの弾道、高い弾道のクラブがよく飛ぶと、多分かなり打ちやすいと思いますね。あのドライバーみたいに低い弾道しか打てないものだと、あの暗黒空間のグリーンとかにうまく乗せるの転がっちゃうんで難しいんですけど、高い弾道だとピタって止まるんで。Well, I am playing against the reigning and defending world record holder. 今3コースぐらい差がついてますね。おっと、暗黒ゴルフのゲーム画面の上と下がループしてるって今初めて知りました。Mr. Holmes, the pitching wedge stinks. That's all I have. しかも乗せる。そんな仕様だったんだ。あんな高く、あんな位置からあんな高く上がるピッチングウェッジ打つことは絶対ないんで。There we go. Bogey. I'm not doing too bad. 61 strokes.なので池の上からのティーショットでウォーターハザードを起こすと、さらに手前まで戻されるんですね。そういう仕様なんですね。Back in the day. Okay, four wood is much better. うまいですよね。このめちゃくちゃなホールで。飛距離もなんかぐちゃぐちゃなのに。あ、これは17ホールこれ簡単ですね。フェアウェイのど真ん中にグリーンがあるんで。You liar. I see what you're doing.Well, I mean, I'm behind by like, yeah, I'm four holes behind. Oh, the four iron's really sticky.
でもこれあとちょっとずれてたらバンカーからのティーショットになってたはずなんで、ギリギリセーフって感じですかね。さて、ホームズさんは最終ホールですね。池の上の小さなグリーンを狙います。そうですね、普通のゴルフはこの後続けて行われます。あ、ギリギリ乗らなかった。Well, everyone, I hope you're enjoying this absolute silliness that is Golf Randomizer. うま。All right, surely I've hit the green. All right. All right, we got time coming here. In 3, 2, 1, time. Who in the heck wrote this randomizer anyway? ホームズさんが18ホール終わりましたね。I was going to say Jim BF7, but I couldn't think of anything more clever.さて右側は今15ホール、ちょっとチラ見している感じ、やっぱり飛距離に惑わされてる感じでしたね。飛びすぎたり届かなかったりみたいな。パー、ウフー、I got a par, but who had the best score? It certainly is not me. Yeah, MTI with the very accurate comment of plus 4 being a very good score. Okay, so are you on hole 18 almost?I am on 16. Okay, so on 18, you want to use a pitching wedge and then hit a power slice, and you will get on the green in one, okay? Okay. ところどころで、パー4やパー5でも、それはもともとのティーショットとグリーンの位置であって、こう、まあ、パー3ぐらいの距離になってるホールとかもありますからね。Okay, we'll go one wood.So pitching wedge, power slice. For 18. For 18. All right. Don't change your aim. Don't change my aim. Well, see, now I get a birdie in this thing. Yeah, the driver was perfect for 17. さて、右側もこれで最終ホールですね。All right. Pitching wedge, power slice. Pitching wedge. Wow, really?さあ、林の向こうの池の上のグリーンに飛びすぎた。I did exactly what you told me to. That's what happened. Well, I'm apparently trying to scam you without knowing it. お、刻みましたね。We are playing the same one, right? Yeah, we are playing the same one, but... ああ、ちょっと刻み方が。Well, I guess I will not be hitting the high score.Or the low score. 刻むのですら飛びすぎる。パターで。9 iron. Oh, out of bounds. Well, that's all right. We're only 11:30. I got time. そうですね。飛び、クラブの飛距離もランダマイザーなんで。This is for quintuple bogey. All right. It's over. Time. It's over. はい、右も。ホールアウトで GG ですね。はい、今日はすごいゴルフでしたね。やってるゲーム自体は正統派なゴルフゲームなのに、全然正統派には見えない。はい、というわけでただいまの作品は、ゴルフランダマイザーでした。それでは次のゲームの準備に入りますので一旦失礼いたします。